すぐに例の店潰しにかからせろ。はい。堀内、下。はい。峰に電話や。中国持って迎えに来い言うとけ。はい。戦争や、いよいよ戦争が始まんで、お前ら覚悟しとけ。はい。今から10億ですか。そうや、10億の現金を持って今から来いや。神田の兄貴、何しでか好きですか。戦争や。戦争？今日から東条家の跡目争いが始まるんじゃ。兄貴、六代目はまだご存命だ。その話をするのは早いでしょう。しゃがし、つべこべ言わんと早く金持ってうんかい。わかりました。まったく勝手な人だ。相変わらずだな、この町は。あー、助けてー。ん？なんなのよ、早く誰か警察呼んで。痛い、離して。あら。ちょっと、なんなのよ。うるさい、今日は貸し切りだ、帰れ。もう。あれは。いいじゃねえかよ、姉ちゃん。連れてってくれよ。やめてください。どこのコスプレバーで働いてんだよ。違います、塾の帰りなんですってば。おっと、また。おお。ひらめいた。典型が来た。
すぐこの金持って帰れ。せやから何が不満やねん。金やったら払う言うとるやろが。受け取れません。ホストが何言いとんじゃ。キリュウさん、キリュウさん。というわけで四代目、うちら取り込み中なんで、今日のところは帰ってもらえますか。いや、そうはいかない。お前らの腹聞かせてもらおうか。それやったらうちらに喧嘩売ったんは四代目班の方いうことになりますが。ああ、それで構わないぜ。いうことだ。お前ら手加減はいらん。ここにいる全員殺してるや。来いよ。せいや、せいや、せいや、せいや。さっさと来い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 。せいや、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 おら、うわっ！
さあ、お前らの腹、聞かせてもらおうか。もう遅いわ。柏木のおっさん、殺されて。何？戦争は始まったんじゃ。2年ぶりですね、キリュウさん。ああ、こうしてキリュウさんと酒飲めるのも久しぶりだ。ゆっくりしていってください。いや、そうもいかないんだ。さっきの長谷部とかいう男の言っていたことですか？ああ、柏木さんのことが気になる。すぐにでもミレニアムタワーに行きたいんだが。じゃあ本当にホスト同士の喧嘩なんですね。ええ、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。オーナーが警察の連中追い払うまで我慢してください。
もしもし。俺だ、柏木だ。柏木さん。至急、お前に会って話。俺なら今。本当か。ええ。今どこ。スターダスト。スターダストだと。ええ。に何がだ。いや、そうか。ええ。ああ、はい。あまり派手に動かないよ。ええ。そろそろ出る。ええ、柏木さんのところへ行くんですね。ああ。どうだった、外の様子は。ええ、警察の連中、店の前からはいなくなったんですが、ミレニアムタワー方面に張ってますね。まずいな。うまく警察をかわせるルートがあればいいんだが。それならちょっと面倒なんですが、一旦中道通りに出て、そのまま道を横切ってピンク通りの方から回り込むように言ってください。そのルートなら警察に会わずにミレニアムタワーに行けます。わかった。キリュウさん、警察以外にも数日前から変な連中が街をうろついています。気をつけて行ってください。どんな奴らだ。黒いスーツにサングラスをした数人の集団です。外国人クラブの奴の話だと、堂島大吾さんの行方を追いかけてるって噂です。何だと。目的は分かりませんが、大吾さんが撃たれたことに関係している連中かもしれません。どこかの組がいろんな手使って大吾さんの居場所を知ろうとしてるんでしょう。大吾の安否を確かめるためか。こんなこと言いたくありませんが、もし大吾さんが亡くなっているとしたら、跡目を狙っている組織にとってこれ以上嬉しいニュースはありませんからね。どちらにせよ、桐生さんの味方じゃないことだけは確かです。お気をつけて。ああ、分かった。